特急あちずり5号中村駅です。ドアが閉まります。ご注意ください。JR 四国ご利用くださいましてありがとうございます。下り特急列車あちずり5号中村駅です。運転士、車掌、途中久保川までご案内いたします。これから止まります駅、車のご案内をいたします。次は井野に止まります。井野、坂場、須佐木、土佐久礼、久保川、土佐佐賀、土佐上川口、土佐入りの終点中村の順に停車してまいります。終点の中村には15時31分の到着です。列車は2両つなぎで運転いたしております。前側の車が1号車、後ろ側の車が2号車です。お手洗いの設備は1号車後ろ側デッキ、2号車前側デッキにございます。指定席は1号車の1番席から7番席、青色の座席カバーの座席が指定席です。自由席は1号車の8番席から13番席と、後ろの車、2号車の前席、白色の座席カバーの座席が自由席です。高知久保川間ではあらかじめ指定券を購入してご利用いただいているお客様には、指定券の拝見を行っておりません。なお1時間ほど発車前に指定券を購入されたお客様や、指定券を購入されずに指定席へ着席されているお客様、席を移動されているお客様については、乗車券、特急券を拝見させていただくことがありますので、ご了承ください。国土交通省から新型コロナウイルス感染症対策に関するお願いです。感染症対策として、マスク着用も含めた席エチケットのほか、会話は控えめにしていただくことや、引き続きテレワーク、自社出勤等へのご協力をお願いいたします。また車内換気のため、ドアは自動で開きます。そのため車内保温が十分でない場合がございます。快適にご利用いただけるようできる限り調整に努めてまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。次は井野に停まります。